せーの、やあ、ともかほです。私を自由にしてくださるの？うん、ありがとう、とても嬉しいの。でもあなたはカリオストロ家の恐ろしさをご存じないのです。どうかこのまま帰って。ああ、なんということだ。その女の子は悪い魔法使いの力を信じるのに、泥棒の力を信じようとは死ななかった。まあ今はこれが精一杯。じゃんじゃん。というわけでジブリ飯第3弾、今回作るのはカリオストロの城のミートボールスパゲッティです。やったやったやった。皆さん、カリオストロの城っていうのはご存知ですか？おお、知ってると。知ってると。カリオストロの城というのはですね、うん、ルパン三世シリーズの一つなんですけど、うん、あの宮崎駿監督が監督を務めたやつです。そうだったの？びっくり。私もそうだったの？この子はクラリスって言うんですけど、うん、ルパンが捕らわれたクラリスを救うっていう物語です。うん、今日作るミートボールパスタはのクラリスがお姫様なんですけど、この国のレストランにルパンと次元が入った時に注文したパスタになります。うん、で、特徴はこうモワーンって山盛りなんだよね。山盛りでガッて取り合うんですけど、うん、それを再現したいと思います。はい、山盛りにしよう。そうしよう。それでは早速作っていきたいと思います。はい、それでは皆さんご一緒に。始まり始まり。始まり。では材料の説明お願いします。はい、オリーブオイル、ひき肉、玉ねぎ、卵、そんな小麦粉欲しかった、粉チーズ、クレイジー塩、粗挽き胡椒、ニンニク、トマト缶、白ワイン、コンソメ、バジル、塩、そしてなんとパスタです。まずは玉ねぎとニンニクをみじん切りしてください。はい、玉ねぎは半分ですよ。はい、チキン。もう一回これでいいですね。コッパ切りの完成です。はい、ささささ。これせ、あ、でもやりやすいよね。ほんと？よいしょ。はい、完成です。はい、ニンニクもコッパ切りお願いします。はい、3かけって書いてあったけどないから2かけでいいです。香ってますよ。うわ、香るね、ほんとに。よし、これで息臭くなれるわ。やった、完成。完成。次は何しますか？次はですね、こいつにいろんなものを入れて混ぜてください。はい、卵を半分です。はい、半分ってさ、その半分どうすればいいんだろう。そんなことやったことないよね。まあハンバーグみたいなもんでしょ。半分ってどれぐらいだ？あ、もうもうちょっとじゃない？もうちょっとだよ。ふっ、あ、入れすぎた。よし、いいだろう。少ないより多い方がいい。はい、続いては肉。はい、こいつをぶっ込みます。うーん、ドカーン。続いては小麦粉大さじ1。大さじ1。はい、大さじ1と。はい、はい、続いて粉チーズ大さじ1だった。なんだと大さじ 1? ある？そんなにあるんですね。こんなもんですかね。いいですね。はい、ほいっと。ね、絶対美味しいじゃんこれ。次はね、はい、クレイジーソルト、粗挽き胡椒、小さじ2分の1だって。お、まあ適当でいいですね。うん、小さじ2分の1ずつですか？そうだよ。じゃあ小さじ2分の1って相当少ない。はい、パッ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 ツガナルチュチュ。オッケー。玉ねぎ。玉ねぎで終わり。よし、オッケー。じゃあこれをこねるんですか？そうです。はい、こねて丸丸してください。はい、じゃあ恒例のグニャグニャタイムに入ります。恒例？わかんない。うわー、楽しいよね、その瞬間。うん、楽しい。子供の頃好きだよね、これ。うん、手伝うの。僕この間さ、これを作りたいから初めて見たんでね。お母さん見てほしかった。そしたらね、今までのジブリで一番面白かった。めっちゃ面白かった。どのシーンがいい？どこだろうな。結構最初のさ、悪い人が家に襲いかかってきてさ、戦うやつ。僕ね、めっちゃ最初のね、車のシーン好きだよ。あ、じゃんけんの？じゃんけん全然ない。あ、じゃんけん好き、じゃんけん好き。とかさ、じゃんけんからさ、そっから敵から逃げるとこも好き。あ、そうなの？そう。ねえ、これ筋肉ある人だったらさ、かっこいい。腕の筋肉見せて。これが精一杯だ。あ、血出てる、ここ。本当？血じゃない。やめてよ。血だ。
ンジャーアップね。でかない。出そうと思って出せないの。出せないでしょ。今度。じゃあ丸めますね。うん。3センチ台。3センチってどれくらいだ。でもさ、あのさ、映画のやつ結構デカめだよね。でかい。いいんじゃない、そんなもん。そんなもんだね。楽しい。いいとこ取りしたわ、今回の動画は。よくさ、肉団子初めて作ったんだけど、そういえば。でかくね。でかいかい、これは。うん、定規を持ってきました。3センチ、近づけて。あ、こんなもんか。あ、いいね。こんなもんだね。じゃあ、一回り小さくしないと。僕、それ友達にもらったやつで、誕生日に。肉団子です。はい。ちょっと不格好ですね。いいんです、わざとだから。はい、続いてはですね、フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、焼いてください。はい、大さじ4。結構だね。いくよ。うん、どうぞ。大さじ4って相当じゃない。うん、デュー。トロワカラトホワ。トホワ。カトフ。カトフ。あれ、カトル。カトル。いいの。なに、上がっちゃうよ。でも揚げ焼きだって。揚げ焼きなんだ。ちゃんと肉団子になるかな。不格好すぎたかな。じゃん、じゃん。これさ、揚げ焼きってことはあんま触んない方がいいね。そうかもね。イエイエイエイ。やめろよ。イエイエイエイ。イエイエイエイ。やーやーい。やーやーい。おお、いいね。玉ねぎがいっぱい出てきた。いいんだよ。はい、肉団子の完成です。なんか不格好だね。うん、これがいいんだよ。で、そしたらこのフライパンに玉ねぎが出たと思うんですけど、うん、玉ねぎを伏せてください。はい、そうしましたらこのフライパンにニンニクを入れて弱火で熱し、香りを出してください。香り。うん、香りちゃん、これで香りをね、出してください。あ、もう香りが出てきましたね。そしたらまずトマト缶1缶。全部。うん、全部トコトコトコ。あらららら。次に白ワイン大さじ4。はい、白ワイン大さじ4。こんなに入れていいの？本当に？あー、酔っ払っちゃうよ。酔っ払っちゃうわ、こりゃ。コンソメ小さじ1。さあさあ、こんなもん、こんなもん。はい、乾燥バジル小さじ1、2分の1。じゃあ、乾燥バジル大さじ1だ。え？いいから高くしなくて。うわ、すごいよ。あらー、すごいよ、こりゃ。うわ、美味しそう。塩小さじ2分の1。2分の1ですよ。はい、オッケー。終わり。やった。あ、いい感じ。ヘラでトマトを潰してくださいね。ヘラか、うん、あ、でも美味しそうだよ、匂い。美味しそうだね。そりゃそうだわ、入ってるものが美味しい。それやばいもんだって。オールスターだな。バジル大さじ1だよ。インスタ映えを人生で初めて言ったでしょ。確かに記念すべき日だね、今日は。うん、記念日。バジル大さじ1記念日。そしたらミートボールをフライパンに戻し。戻すよ。はい、頑張れ。鼻せんせないでください。ふに飛びますんでね。はい、したら蓋をして時々混ぜながら弱火で20分煮込んでください。20分20分煮込んでください。やばこの20分の間にちょうどいい頃にパスタを茹でてください。それではパスタを茹でるまでさようなら。20分。幸せを訪ねて私は行きたい。茨の道も凍てつく夜も二人で渡って行きたい。そろそろパスタでも茹でますかね。そうだね。うん、めっちゃ美味しそうじゃん、もう。まだまだ見ちゃダメです。はい、残念でした。はい、塩を入れてと。せーの。おお、どう？いいよ。でもこれって意味あんのかね。知らない。これみんな格好つけてやってんじゃんね。でもいいじゃん、なんか、うん、パスタ1分早く揚げるので、これは早茹でのやつなので3分ですね。はい、パッカーン。はい、肉団子を取り出しておいてください。ここからパスタと和えるので崩れちゃうらしいです、このままやると。そしたらここに茹で汁を大さじ3加えてください。茹で汁ってなんでいいんだろうね。ねえ、僕もよく分かってない、そのメカニズムは。じゃーんと。はい、そしたら茹で上げてください。揚げて。あ、揚げなきゃいけない。はい、そしたらパスタをぶっこんじゃってください。うわ、湯気がすごいね。いくよ。うん、さらり。オッケー、できたー。できたぞ。はい、混ぜて。はいはい、ふるふる。じゃあ完成、盛り付けます。はい、ということで完成しました。はい、
い。だーん。てください、この山盛り。うーん。二人分でこれです。肉団子美味しそう。ね。それでは食べまーす。はーい。いただきます。いただきます。こんな感じです。こんな感じです。このさ、肉団子が不格好なのが逆にさ、うん、なんか味が出ていい感じになった。そうですね。いただきまーす。いただきまーす。うん。うまっ。おいしい。うまっ。うん、肉団子食べよう。あー、うまっ、ね。うん。これいいね。柔らかくてうまい。肉、なんか柔らかいね。すごい。ふわっとしてる、肉団子が。なんか前回はさ、うん、見栄え重視だったけどさ。そうね。今回はさ、味もすごいおいしい。てか、初めてじゃない私。ニシンのパイもまあまあだった、ね。まあまあ不思議な味したからね。あー、これ一番うまいわ、今までで。めっちゃいいね。今までのジブリ飯で。あー、これおいしいわ。うん。これを食べてたのか、ルパンは。そりゃ取り合いするわ。でも結構ボリュームあるね。二束なのに。ボリュームあるよ。パスタ。あー、肉団子美味しい。肉団子が圧倒的に美味しいね、うん。今回結構簡単だったね。そうね、確かに。一番簡単だったかも、今までで。トマト缶2個でよかったわ。確かに。もうちょっとトマト缶あってもいいね。うん、トマト缶だけに。美味しい。美味しい。はい、というわけで今回はカリオストロの城の肉団子スパゲッティを作りました。イエーイ。見ての通り美味しかったです。うん、今までで一番美味しかった結構簡単なのでぜひ皆さんもやってみてください。はい、ぜひ見たことない人はカリオストロも見てみてください。あ、見た方がいい、見た方がいい。もうめっちゃいいもん。めっちゃ面白いから。もしこの動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。お願いします。それでは今日はこの辺で。めでたしめでたし。バイバーイ。